時刻は、夜8時を回りました、日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です、はい、日曜日の憂鬱の時間です。3回言いました。はい、3回言いました。はい、番組パーソナリティの、カットしない美容師中間君弘と争わない弁護士工藤敦子です。はい、よろしくお願いします。はい、ではこの番組ではですね、メッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com まで、お願いします。で、こちらの放送ですね、YouTube でも、放送をしています。ぜひ、ご視聴お願いします。お願いします。はい、ということで、はい、始まりました。始まりました、はい。今週はあれですね、後半暑かったですよね。そうですね、もうでも、もうゴールデンウィークにそろそろ突入っていうことになるんですね。早い。来週からゴールデンウィークですもんね。はい、そうですね、はい。はいはいはい。もうそんな季節ですね。そうですね。はい。なんかこう、ちょっと最近突然なんですけど、気になることがあって。はい、どうぞ。なんかこう、アルファベットの ABCD をDっていう人が結構最近気になってて、それってどこの世代なんだろうなと思って、ちょっといろいろあるんですけど。あれですかね、ディズニーランドかディズニーランドですかね。そうですね、なんか DVD を DVD とか、なんかそう、D っていう、こう、なんかその、はいはいはい、D がやっぱり気になって、はい。ご年配の方にね、多い感じですね。はい。だからどの世代なのか気になって、ちょっと調べてみたんですけど。何ですか？はい。なんか世代とか特にないみたいで、なんか昔こう結構日本に英語が流通した時に、なんかもともとちっちゃい E をつけるっていう文化が日本の発音ってないので、そこで D って言ってたんじゃないかっていう説と、はい、諸説あるんですけど、あとはドイツ語が結構その D の発音 D っていうのでなったみたいですね。うーん、が結構ごっちゃになってなってるみたいですね。ああ、なるほどですね。勉強になりますね。そうですね。まあちょっと、すごい今週気になったことだったんで、はい、ちょっと話題に取り上げてみました。すごい気になったんですね。解決しました。まあそうですね。でも解決したんですけど、はい。うん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 。そっか。はい。はい。ありがとうございます。おじいちゃんなのかなとか、いろいろ、でっていう人っておじいちゃんなのかなとか、いろいろ。はい。ですね。で、うん。おじいちゃんに。はい。はい。はい。じゃあ、今日はここで一曲聴いていただきましょうか。はい。はい、I wish で明日への扉お聴きください。はい。じゃあ、今日はですね。はい、お便りをいただいているようですよね。はい、そうですね、お便り、ありがとうございます、いただいてます。ちょっと、3通ほど今日はあるので、ありがとうございます。まずですね、東京都新宿区在住の、ラブデースさんからかわいい2人は沖縄宜野湾でトークしてるんでしょうか、それともどこか別の場所でしょうか。まあ、これ何度も言ってるんですけど、東京で収録しています。東京で収録してます。はい、沖縄行きたいです。沖縄行きたいです。でもう一件、そのラブデスさんから、沖縄県で行ってみたいところ、行ってみて最高だったところを教えてください、だそうです。あつこさん、いかがでしょうか。どこですかね、沖縄。私はなんか沖縄ってこう、もうね、亡くなっちゃったおばあちゃんとの最後の旅行が沖縄だったんですよ。はい。で、
もうなんか結構車椅子だったんですけれども、割とこうのんびり観光できたなっていうイメージで、そのなんかね、そのイメージなんですよね、私の中で。ちょっと今ね、なくなっちゃいましたが、首里城とか行きました。ああ、はいはいはい。そうなんです。なんか仲間さん、思い出あります？そうですね、僕もですね、沖縄は今まで、3回ぐらい、あ、4回行ったことあるんですね。そうですね、どこがっていうと、大体泊まるの恩納村っていうあのリゾートの方なので、はいはいはい。なんかまあ、とにかくハワイも行ったことあるんですけど、沖縄は海が本当に綺麗だなっていうのがもうあって、うん、はい。なかなかやっぱり関東ではない、あと、その、白浜、あ、し、あ、し、しら、白い海、あの、砂浜ですね。白い砂浜、はいはい。はい。あれがすごい印象的で。そうですよね。あと、あのね、パワースポットも多いですもんね。そうですね。なんかあの、セーファーウタキ行きましたよ。すごい、あの、こう。なん岩が三角になってて、沖縄です、沖縄です。そこちょっと通り抜けると、あの、久高島っていう神様のいる島が見えるところが、行ってみたいですね。ああ、うん。そうなんですね。もうなんか、沖縄はですね、今、パッと思い浮かぶことが、うん、あの、お土産屋さんで、青森、もうなんか、サンプル出してるじゃないですか。ほうほうほう、はい、あれを10個ぐらい飲んでもう酔っ払ったっていう、お土産のサンプルで酔っ払ったっていう思い出があります。青森強いですもんね。強いね。もうそれだけで酔っ払っちゃったっていう。なるほどですね。まあでも私青森好きです。はい、うん、美味しいですね。うん、美味しいです。でもやっぱり沖縄で飲む青森は特に美味しい。あ、美味しい。あ、私オリオンビール好きです。あ、そうなんですよ。でもなんかこう不思議なんですけど、オリオンビールって沖縄で飲むとより美味しく感じないですか？なんかやっぱりこの地元の、そうかもしれない。なんか地元のありますよね、そういう。あります。やっぱその土地のものって美味しいですもんね。そうですね。だからなんかタイのシンハービールって有名なやつあるじゃないですか。はいはいはい。あれってタイで飲むとめちゃくちゃ美味しく感じるんですけど、日本で飲むとなんかそんな薄っていう感じなんですよ。そうかもしれない。逆にそのタイで一番搾り飲むとあんまり美味しく感じないですよ。なんか増えてるんですよね。やっぱあるんですかね、はい、その国で飲むのがいいっていうのが。そうですね。だからやっぱり沖縄行ったらまあ、オリオンビールですよね。オリオンビールです。はい。うん、うん、美味しいですね。美味しいものいっぱいありますね、うん、沖縄は。いっぱいありますね。食べ物も美味しいですもんね。はい、うん、そうですね。今、お腹空いちゃった。はい、全然関係ないですけど、昨日ちょうどあの商店街歩いてたら、島らっきょうが売ってました。いいですよね、島らっきょう。美味しいですよね。美味しいですよね。海ぶどうとかも美味しいです。あ、海ぶどうもそうですね。ね、美味しいですね。お酒飲みたくなりますね。そうですね。あ、でもこれ日曜日の夜なんで。そうですね、はい、飲んでもいいです、ね、そうですね、この後終わって打ち上げで。そうですね、青森取り寄せて。いいです。はい、ラブレスさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。でもう一件は、東京都の大田区在住のミスターパーフェクトさんからのお便りで、はいはい、あのなんかこれ、この質問ちょっと微妙なんですけど、あの休みの日お二人は何してるんでしょうかってことなんですけど、芸能人じゃないんで、あのなんかそういうの言ってどうなんですかね。本当ですね。興味ありますかね。興味ありますかね。じゃあ中間さん、お休みの日何してるんですか。いや、僕はですね、もう休み365日仕事してるんで、もう休みが休みじゃないっていう感じなので、なんか本当に最近ふとなんかその予定がポンって空いた時に何していいか分かんない時ってあるんですよ。もういかに自分が趣味がなくて、もう本当つまんない人間なんだなっていうのを感じる日々なんで、なんか逆に趣味があったらちょっとこうなんかリスナーの人教えてください、何かいい趣味があったらっていう。ね、そうですね。ね、そっか、中間さんあれですね、時間空いたら、うん、手持ち無沙汰になっちゃうんですね。そうなんですよ。なんかもう自然になんですけど、うん、仕事をボン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 なんかパズルみたいに埋めていくっていう癖がなんかもう
できてて、なんかでも、うんうん、突然ポンと開くことってあるじゃないですか。あります、あります。その時に本当に何していいか分かんない時とか結構あって。確かに、空き時間ね。で、コロナ禍なんで、結構やっぱ体調崩されたりする人がいると、いきなりその、なんか、やることが、もう一日全くキャンセルになったりとかすると、はいはい。空いちゃうんですよね。私だったらめちゃめちゃ嬉しいですけどね。いや、でも嬉しいんですよ。嬉しいんですけど、なんか、もったいないとか、なんか思っちゃう。ああ、そうなんですね。はい。か、もうきっと私だったら家に帰って早くから飲み始めるみたいにしちゃいます。ああ。なんか飲んでる時間って楽しめ、なんかどうやって楽しみながら飲むんですか？一人で。一人で。はい。もうあれですよ。YouTube。ああ、YouTube、はい。ライブ。はい。Netflix あたりで好きなものを見ながら。でも私割とね、考え事したりするっていうか、飲みながら、ぼーっと考えてることがやりたいことだったりするなと思ってるんですよ、はい。それってちゃんと後々覚えてるんですか、飲みながら。あの、私すごいお酒飲みますが、はい、記憶をなくしたことはないんですよ。でもすごいですね。それは自慢なんです。覚えてますよ。なんかそういう時の方が本当に自分の気持ちに気づける気がして。そうなんです。なんか分かる気がするんですよ。その自分の気持ちに気づけて結構饒舌にはなるんですけど、僕の場合結構言ったことを覚えてなかったりとか、はい、結構ですね、なんかもうなんか次の日起きて、ああ残念だったみたいなことってちょっとあるんで。ああ、そうなんですね。忘れちゃうんですね。そうなんです。ああ、そっか、はい、そんな時はどうしたらいいんですかね。メモどうなんですかね。あの、どっちかというと本当こう長い時間の飲めないんですよね。こうなんか本当に短時間で結構勝負したくて、もう短時間で飲んでパッと寝たいんですよ。そうなんですね。そっか、私はやめ時が分かんないですけど、ね。ああ。ですね。そうですね。だからもう。パッとできなくて気づ、あの、長時間になったら気づいたら寝てるっていうパターンですね。倒れてる。息倒れてる。これ、ミスターパーフェクトさんのお答えになってますかね。そうですね。まあ、そもそもミスターパーフェクトさんはお酒飲むんでしょうかね。飲むんですかね。お酒の話になっちゃった。お便りお待ちしてます。お便りお待ちしてます。はい。で、あともう一件。はい。山梨県南アルプス市在住の、くーちゃんさんからです、はい、あの、結構周りに人 の情報とかを聞くのに自分のことを明かさない人っているんですけど、その人にその明かさないことを聞きたいときってどういうふうに聞けばいいんでしょうかっていうことなんですけど、ちょっと難しい質問なんですけど。難しい質問ですね。こうあれですね、相手の何かこう知りたいんですよね、はい、知りたい情報を得たくって、でも自分は出さないってことですよね。そうですね、なんか知りたいのか、なんかとりあえず質問ばっかりしまくって、うん、質問だけしまくってしまくって結局自分のこと言わない人っていますよね。たまにいますね、はい。で、このくーちゃんさんは多分その質問だけされて私の情報をさらけ出したのに、なんであなたは言わないんだよっていうことをまず言いたいんだと思うんですけど、それに対してそこで話が終わっちゃうのを、いやいや、あなたのもう自分、私は言いました、あなたも言ってくださいっていうことを質問で聞きたいんだけどっていうことだと思います。解説ありがとうございます。どうなんですかね。でも、まあ、聞いてしまえばいいとは思うんですけどね。私はこうだけど、あなたはどうなのって。そうですよね。ね、でも言いにくいのかな、そういう雰囲気じゃないのかな。そうなんですね。言ってくれないのかな、それでも。でも、そもそも、このくーちゃんさんは、あれかもしれないですね。お話が好きなのかもしれないですね。そして、喋らせ
なんか相手の方からすると、うん、なんか気持ちよく喋らせてるつもりなのかもしれないですね。それもね、ちょっとね、思ったんですよ。なんかむしろ聞いてくれるってことですよね。うん、そうそうそう、そうですね。と、はい、それもすごいなって思いますけどね。こう、逆の人もいるじゃないですか。ずっと自分のこと喋ってて、はいはい、なんか、あれ、私の話聞いてくれないみたいな。そうですね、たまにそうなんですね、うん、本当にひたすら喋り倒してみたいな。それだけだったらいいんですよ。喋り倒すだけだったらいいんですけど、はい、喋り倒しながらたまにどう思うってたまに聞かれることってあるんですか。大体そのマシンガンの人の話って自分結構聞いてないことが多くてそう、なんかたまに、ね、どう思うって言われた時に聞いてなかったやべって思ってわかります、わかります。なんかこう、その人の話聞きながらちょっと自分の他の考え事してるとかありますよね。はい、あります、あります。もう特に長丁場になるともうずっと喋ってるの、なんかね、いきなりもう12分ぐらい経過した時にいきなりポロッとで、どう思いますかって言われた時に、うん、あ、やばって思ってあります、あります。うちのお客様でですね、ちょっともう本当にずっとずっと喋ってる人がいて、もうずっと喋ってるんですよ。で、たまに本当に5分か、もうなんか何分か経過した時に、いきなり、で、先生どう思うっていきなり言われるんですよ。もう。だから、もうその人はそういうもんだと思ってるんで、ちゃんとこう用意はしてるからいいんですけど。はいはい。はい。だから、でもなんか、そういう時って本当、どうします、そのもし聞いてなかった、まあでも敦子さんは大体聞いてくれますもんね。大体聞いてるんですけど、仕事の時だったらちゃんと聞いてるんですけど、はいはい、なんかもうちょっとプライベートになっちゃうと全然抜けてる時とかもあるので、もう一回言ってって言いますけどねどの点もう一回言ってみたいな。あ、でもあれなんですよね、その方は本当で、先生どう思うって聞いた後にちょっと喋り出すじゃないですか、うん、ちょっと喋り出した瞬間にまたかぶせて自分の話ずっとした本当に聞きたいのかって感じですもうまあでもね、それだけ溢れてるのは素晴らしいですね、話したいことがね。そうですね、うん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 、なんかこう会話の何割が聞いて何割話したらいいのかとかありますよね。ありますね。もう特に本当に優先順位がすごい上の方じゃない話とかって、うんうん、あんまりなんか聞いてるようでほとんどなんか残らないじゃないですか確かにそうですよね、はい、うん、まあ、ましてね、ちょっと男性のと女性のもありますしね。そうですね。女性ただただ喋ってたりしますもんね。女性、そうですね。そう、でもきっとね、こう、ある程度話さないと、なんかストレス溜まっちゃうんですよね。そうですね。うんうんうん。だから最近、もう本当に聞き役っていうのもすごい重要だなとは思ってますけど。うんうん、はい、そうですね。本当、なんか昔の接客業のトレンドって、どっちかというと提案、提案、提案って言って、結構なんか物を進めなきゃいけないっていう、まあ美容業界も他の業界も多分そうなんですけど、どちらかというともう攻めのことの教育の方が多かったんですよね。多分今から15年ぐらい前。でも最近の結構その傾向としては、もうそういうのは結構うざがられるからっていうのを汲み取って、どちらかというと相手に話させるっていうのが上手い人が、こう接客業としては素晴らしいとされるっていう風になってきてるので、最近の、うん、その教育の傾向もだんだん変わってきてはいますよね。うんうん、なんか最近本当に傾聴ってすごい皆さんが大事にしてる感じがしますね。そうですね、もう。うん、ね、美容室行ってもなんか。なんだろう、喋りたいのに、こうなんかでもちょっとなみたいな、その雰囲気のとかありますしね。そうですね。どうしよう。そうですね。なんかあんまり、そうですね。だからなんか最近、なんか喋らなくてもいいのかなって思ってますね。喋りたくない人に別にあえて喋らせる必要もないし。うんうんうん。はい。いますよね。そうなんです。
でもなんかそういう傾向にあると、今度本当に全く喋らない接客業者っていうかが出てくるんですよ、今度。喋らなくていいって言ったじゃないですか、みたいな。ヘリクスの人が出てくるんですよ。でもそれで困ったもんで。本当ですね。なんかバランスが大事ですよね。そうですね。どっちも。そう思います、うん、でもなんか喋らなくていいし、喋らせるのがうまいのももちろんなんですけど、最後のやっぱ一押しは欲しい時ってありますよね。なんか、はい、最後の一押し、提案とか、また何もなくただ聞いて終わるんだったら、さっきのこのくーちゃんさんじゃないですけどそういう感じになるのかなっていう。確かになんかただただそうですね、はい、うん、なんかその人に何かね、何かが残ったらいいですよね。そうですね。何か気づいてもらえるとかね。なんかそういうことってカウンセリングとかやるじゃないですか。カウンセリングっていうか、あ、コーチングね。コーチングも、あの、はいはい、相談とかもやると思うんですけど、何か心がけてることとかありますか？私あのコーチしてるんですけれども、もうなんかコーチングがやってることってご本人に気づいてもらうことだけって感じなので、もう自分の本当にやりたいこととか価値観ってもうご自身の中にあって、ただこういろいろね、あの日々忙しかったりとか思考の方が先に行っちゃうので気がつかないだけっていうことがすごい多くって、それをこう気づいてもらうのが大事。なんかその気づかせるような聞き方っていうのがあると思うんですよね。それをなんか大事にはしたいと思ってますね。ああ、なるほど、うん、この人は何を大事にして今そういうこと言ってるんだろうとか、感じますね、じゃあちょっと残り時間も少なくなってきたので、はい、そうですね。でここで、じゃあ先週話にあった今週からあの工藤敦子の手相コーナーっていうのを設けますね。あの今週の手相について。今週の手相はあの一番有名なマスカケ線のお話しましょうかね。あの感情線がこう横に走る線があるじゃないですか、手相の中で、はい、これが右から左まで全部くっついてる線のことをマスカケって言って、天下取りの層なんですよ。天下取り、天下を取る人です。へえ。だからご自身のここがつながってたら天下取れますよ、はい。あ、これがつながった、あのこう全部横断してるってことです、手のひらを右から左。あ、めっちゃと横断してるんですけど。え、中野さんってこうえ、右も左もはい、すごい横断してるのかな、これちゃんとしてるかどうかは分かんない。でも多分してますね。お、おめでとうございます。じゃあ中野さんが天下取れるということで。そうですね。今週も。僕は考えてはないですけど。はい。今週の手相のコーナーでした。はい。ありがとうございます。はい。じゃあそろそろお時間となってきました。はい。はい、今日も、はい、あの、お聞きいただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。日曜日の憂鬱、毎週日曜日の、夜8時からやってますので、ぜひ、聞いてください。はい。聞いてください。はい。はい、今日もありがとうございました。はい、また来週。また来週。おやすみなさい。おやすみなさい。はい。